ハーパーズフェリー、ポトマック川のメリーランド州側から望む。ハーパーズフェリーは、アメリカ合衆国ウェストバージニア州ジェファーソン郡にある、町。ワシントン DC から北西へ、約100キロメートル、ウェストバージニア州の最東端で、メリーランドバージニアとの3宗教となっている、ポトマック川とシェナンド川との合流点に位置する。また、町は、シェナンド川流域の北端にもあたる。 人口は307人、長域面積は1 6キロ平方メートルである。ハーパーズフェリーは南北戦争における激戦地として知られ、一部がハーパーズフェリー国立歴史公園に指定されている。1733年に入植者によって私船が設けられ、1747年にこれを買い取ったロバート・ハーパーが自分の名をつけて、 ハーパーズフェリーと呼ばれるようになった。1796年には連邦政府が土地を購入して武器庫を建設し、ハーパーズフェリーは交通上、軍事上の要衝となった。1859年10月16日には過激派の奴隷制度廃止運動家であったジョン・ブラウンらが武器庫を襲撃したが失敗に終わり、10月18日ブラウンは捕らえられて12月2日。 公主刑に処せられた。この事件は南北戦争開戦の一因になったとされる。南北戦争中にはハーパーズフェリーは数多くの攻防が行われる激戦地となった。中でも1862年9月12日から15日にかけてのハーパーズフェリーの戦いは有名である。南北戦争に際してウェストバージニア州がバージニア州から分離した時には ハーパーズフェリーはバージニア州側に含まれていたが南北戦争が終わるとハーパーズフェリーが含まれるジェファーソン軍及びバークリー軍は連邦政府によってバージニア州からウェストバージニア州に移管された。ハーパーズフェリー駅、ハーパーズフェリー駅はポタマックストリート及びシェランドーストリートにある。アムトラックのシカゴとワシントン間の夜行長距離列車。 キャピトルリミテッド号が1日1を往復停車する。その他メリーランド州の通勤鉄道であるマークが平日にブランズウィック線を運行している。ワシントン DC のユニオン駅に通じている。ありがとうございます。